Yes. 皆さんこんにちは。先日ブログに上げたゴルフボールを使って、お尻に当てるとめちゃめちゃ痛いんですけど、腰痛が結構改善されるというか、かなり、お尻の筋肉をほぐすことができるっていうのを、ちょっと今日動画でご紹介していこうかなと思います。はい、でこれは僕の祖父にもらったんですよね。ゴルフセット一式もらったんですけど、いまだに、打ちっぱなしは人生で2回しか行ったことがないので、これからね、ちょっとずつ頑張って、ゴルフもね上手くなっていこうかなと思いますので、もし、よければ僕を誘ってください。全然まっすぐ飛びません。ではちょっと早速ですね、やっていこうかなと思いますので、ご覧ください。どうぞ。はい、まずですね、お尻のどこに当てるかっていうところになってくるんですけど、この、骨盤こう横に出っ張ってる本当腰の部分、あるんじゃないかなと思うんですけど、そこから下ですね、僕で言うとこうやってアディダスの今ちょうど履いてきたんであれなんですけど、3本線たどっていくとお尻のくぼみがあると思います。この骨盤のこの出っ張った部分とこのくぼみのちょうど間ですね、だいたいこうやってやると指、骨盤のところから指3本分ぐらい下がったところに、このゴルフボールを当てていきます。で、やり方としては本当にゴルフボールを下に、いった、あ、置くだけで、この状態で少しですね、我慢の時間を続けてください。テニスボールとかだとちょっとこう直径が大きいんでコロ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 したりできるんですけど、ゴルフボールだとなかなか痛い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 、なかなかね、難しいところもあるんで、あ、これをまあ30秒とかで、やってもらって、少しねちょっとこうグッグッグーなんてこう体を、ちょっとお尻を上げたりとか下げたりとか、まあ、ここ叩けばね振動である程度、お尻にちょん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 って負荷がかかってくるので、これをね、まあやっていくことになるんですけど、あ、いって結構ね気持ちいいです。終わった後とかは痛いんですけど、まあ、ちょっと逆もやっていきます。さっきと同じように自分の骨盤、のところから出っ張ったところから、このくぼみ、まあくぼみって言ってもね、ここ触ると骨があるんで、この骨だと思って、この間、ちょうどこの間です。見えづらいな。この間、こことここの間。僕の人差し指と人差し指の間のちょうどこの真ん中ぐらいかな、に当てていきます。では、ちょっと逆バージョン。ね、あー、オーマイガー。いで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 。これをね、誰もいない、僕が作った、ジムで、ただひたすらに、無音の中ね撮影をするっていう方が苦痛なんですけど、痛いっすね結構。これをね、しっかり、やっていただいたりとか、するといいかななんて、思います。痛い、ちょっとグリグリあってやりながらやっていくような感じですね。よし、オッケー。はい、じゃあ、これはゴルフボールを使って、まあ、軽くね筋肉をほぐしていくっていうような、やり方ではあるんですけど、まあ、実際でもお尻のストレッチとかも結構、取り入れたりとかした方がいいので、ちょっとこれからね紹介をしていきます。はい、ではお尻のストレッチですね。まあ、よく、僕サッカーやってたんでね、みんなこうやって足を上げて、やるストレッチがありますね。僕これすごい硬いんで、上半身が自分の左足、今乗せてるの、ビデオ上だと右足だと思うんですけど、こっちだと左足なんですけど、ここにねこう寄せていくことがね結構難しい。そうするとお尻が浮いてしまうっていう、すごい硬い、お尻の筋肉がすごい硬いんですよね。なのでやっぱ腰痛にはかなり、お尻が硬いというか痛手になるので、
こういうストレッチ、お風呂上がりなんか筋肉がね、まあ、温まった状態でやっていただいたりとかするとすごく気持ちいいかなと思います。無理にやる必要はないです。程よく、痛いなぐらいのところでやってください。これを逆足も、やっていく。右の方がちょっと僕の場合は硬いかななんて思うので、こういうのをね取り入れてもらえるといいかなと思うんですよ。こうやってねやってこうなんてやれるのもあるんですけど、どちらかというとこのままの方がお尻の筋肉伸ばしやすい、部分もあるので、この状態で、まあ、テレビ見ながらとかでもいいと思うんでね、ちょっとチャレンジをしてください。で、もう一つはよいしょ、足を片足を曲げて、こっちの足はなんか女の子座りじゃないですけど、なんていうのかな、ね、こういうちょっと姿勢になってもらって、今度こう前に倒れていく。これでもお尻の筋肉を伸ばすことができるので、この状態を、まあ、30秒間キープするっていうような感じですね。なのでゴルフボール、左右交互30秒ずつを、まあ、例えば2周で、さっきやったこの1個前の足を伸ばしてるやつを30秒を、2周で、今のこのストレッチを30秒を2周とかってやっていくと、お尻の筋肉はね、だいぶねストレッチもされて、かなりね、腰痛なんかは、楽にはなります。もちろんそれをね、毎日のようにやれるのが理想なんですけど、ちょっとね最近調子悪いな、腰の調子悪いなと思ったら、少し取り入れてみてください。あとは体幹トレーニングなんかは骨盤が、立つ、腹筋をねこうしっかり使うと骨盤が、まあ、正常の位置に戻るって言ったらいいですかねっていう、ことが起こるので、腰痛予防にはかなりいいです。やっぱり腰痛痛い時って体幹トレーニングとか、しない人も多いと思うんですけど、僕の場合は結構自分で体幹トレーニングとかもして骨盤立たせられるように、するようにしているので、ちょっと取り組んでみてもらえるといいかなと思います。ちょっとゴルフボールのねこの位置が良さそうなんでね、ちょっともう一回硬い右でチャレンジ しますけど、痛いな、痛い、だいぶ痛い。これをね、繰り返し行ってください。僕はあともうちょっとやってますんで、またお会いしましょう。ちょっとね、腰痛なんか、まあね、こんな感じで、紹介を終わりにして、だいぶグダグダですけど、今もう腰本当に痛くないうつですけど、ある程度もう痛みはなくなってるんで、ちょっと実際に、やってみて、もらえるといいかなと思います。特にね腰痛持ってる人、まあ、分離症とかヘルニア持ってる人とかでもね全然、やると変わってくると思うんで、ぜひね取り組んでみてもらえるといいかなと思います。もうちょっと、バカバカしい動画もね、本当はねもう一人リョタが、いればね二人でゲラなのでね笑いながらできるんですけど、ちょっと今後もね撮っていきますので、チャンネル登録を、していただけると嬉しいなと思います。ではね、皆さん、当時もね帰っていただくことを、心待ちにしておりますので、またお会いした際はよろしくお願いします。バー